ヤクルトは今季13度目の完封負けで4連敗。敵地、マツダスタジアムでは今季8戦全敗となり、借金は今季最多を更新する18となった。先発の高橋は6回まで2失点、しかし2点ビハインドの7回、6番、菊池、7番、矢野の連続ソロを浴びゼロ4となった。さらに一死後、代打、中村翔を三ゴロに打ち取るも、三塁。 村上の送球を受けた一塁、オスナが捕球ミス。高橋は続く秋山に中前打を許したところで降板となった。2番手の山野は続くの間に死球を与えると、一死満塁で3番、小園に中二飛を許し5失点目。さらに、4番、末金のボテボテの戸五郎を一塁へ悪送球してしまい、記録は当案プラス失策。 三塁走者に続き一塁走者の生還も許してしまった。打線は初回に1番、長岡が右前打を放って以降ノーヒット。1安打完封負けで4連敗となり、7回途中6失点、自責点4、野高橋は8敗目、5勝、起した。